プロ初セーブ、ロッテの菊池陸が11日のオリックス戦、3イニングを無失点に抑えプロ初セーブを記録した。菊池は12から3の7回に登板し、1イニング目の7回はわずか7球で3者凡退に抑えると、2イニング目となった8回は2死走者なしから杉本雄太郎にレフト前に運ばれたが、セベーニョを145キロのストレートで空振り三振。 3イニング目となった9回は先頭の頓宮ゆうまに死球を与えたが、続く紅林光太郎を2並び、最後は代打、北両党126キロのフォークで空振り三振に打ち取り、試合を締めた。安定した投球、菊池は8月3日に最昇格後、12試合、15回3分の1を投げ、イニングを上回る17奪三振、1失点と安定した投球を披露する。 場面が場面というのもありますけど、最近は僅差の負けている場面でも行かせてもらっていますし、そういう場面で投げさせてもらえるようになってきたというのは僕としてもちょっとずつではあると思うんですけど、信用を得られているのかなというのもあります。上がってきてから何試合か続けて点数を与えずにランナー出ても粘って抑える試合、簡単に3人で追われた試合もありましたし、 そういった試合を作れているのは前回上がった時はそんなことがなかったので、その辺は成長しているかなと思います。ファームでは、3球以内で追い込んで、そこからきっちり1球で仕留めること、三振をしっかり奪うことを頭に入れて取り組んできたが、最小覚後の投球を見ると、1イニングを15球以内で終える投板が多く、8月20日と22日の日本ハム戦は1イニングをわずか8球で終えた。 地球は8月14日の日ハム戦とかくらいしか自分で出したところはそんなにないのかなと。そのあたりが球数を多く使わないことにつながっているかなと思います。ボールが続いても落ち着いて投げられているのがいいのかなと思います。少ない球数で抑えていることに加え、三振も増えている。最小覚悟の奪三振率は9.98。 シーズンの脱三振率は10.35を記録する。決め球を1球で決め切る。決め球の質が良くないといいバッター。1軍のバッターはみんな振ってくれなかったりファウルになったりしてしまう。その中で三振をしっかり取れるようになったのは確実に成長しているところなのかなと思います。フォークで空振りを奪える時もあるが、フォークを見極められボールになることもある。 おそらく見送られる時というのはその前に投げたまっすぐが効いてなかったりとかストレートと同じ軌道でフォークを投げられていないから見送られることが多いと思います空振りが取れている時というのはまっすぐの軌道から入ってスッと落ちてくれている時だと思うのでその確率もだいぶ上がってきたかなと思います一歩ずつではありますけどよくなっているのかなと思います フォークで空振りが奪えていない時の理由もしっかり自分の中で自己分析ができている。映像を振り返って、ここのボールがちょっと不用意だったなとか、フォークの落ちが甘かったなとか、だったら次の非フォークの落ち具合を確認したりとか、基本的にたくさん一試合では多く投げるわけではないので、全部フェンス際のあたりを打たれようが抑えれば OK なポジションではある。あまり補修しすぎないというか、 割り切る重要性も中継ぎをやってから身についたかなと思うので、そこは気にしすぎないように、でも振り返りは怠らないようにはしています。そういった考え方は一軍にいる先輩方に教わったのだろうか。主に先輩だったりコーチに言われてそういう考えになっていきました。もともとは完璧に抑えられないと嫌でした。ファームの時は大谷コーチをはじめ、 大隣さん、松永さんもそうですけど、中継ぎはランナー3人だそうが0で抑えて帰ってくればいいねとか、ぐだぐだになっても結果0で OK だからという声かけもたくさんしてもらいました。だんだん自分の中で割り切れるようになっていたきっかけかなと思います。与えられた登板機会で結果を残し、首脳陣の信頼も上がっている。小野慎吾投手コーチは、菊池は特にチャンスをつかんで、 しっかりものにしつつある。まだまだ経験している段階ですけど、その中で自分のものを出してくれている。考え方としてもゲームに入っていけるというものが見えている。今は頼りにしていますねと評価する。菊池は、チャンスをもらった、もらっていないとかではなくて、とにかく行けと言われたところで、しっかりと仕事をするというところを継続していければ、おのずとチームのためになると思いますし。 結果自分のためにもなる。そこだけ考えてやっていきたいと思いますと意気込む。日に日に存在感を高める2年目の右腕。残り試合、チームの勝利のため必死に腕を振っていく。